どうも、空中ボーイの日向です。今回はベイスターズ分析スペシャルということで、カープキラーの選手だったり、デーゲームに強い選手、このあたりを調べてお話ししていくんで、カープ内のみんなー、この情報をもとに警戒して、明日からのベイスターズ戦2連勝して、甲子園に連れてってほしいなと思います。それではやっていきましょう。まずは今シーズンブレイクの関根大輝。今シーズンの得点圏打率は3割8厘。さらに土曜日の得点圏打率は4割。明日先発の東が投げる試合では3割8分と、この東援護サタデーキラー。うちに思いを秘めるな、一打にかけるな、走り出すな、大輝の夢は見せないでくれ。続いてはカープキラー、太田大志。カープ戦の打率は3割2分1厘。得点圏に至っても6割6分7厘。これカープキラーすぎるやろ。さらにマツダスタジアムでは4割7分1厘。得点圏は5割で、先発3番出場の試合の得点圏は6割。これ、明日が怖すぎるって。新たな時代へ挑むな、打つな打つな打つな、行くな、勝利を信じるな、浜の風に乗るな、バックスクリーンを目指すな、太田大志。続いては最多安打最多打点、二冠3年目とは思えない活躍の牧秀悟。カープ戦の得点圏打率は3割1分8厘。さらに東が登板する試合は3割1分9厘。ホームラン8本打ちすぎだろ、東援護しすぎやろこれ。今シーズン29本ホームラン打ってる人8本だからね、もう大体4分の1。東最多勝の盾役者が、鍛えたそのパワーでかっ飛ばすな、もう勝利を目指すな、ホームラン打つな。続いては首位打者プーさん宮崎。いつどんな場面でもヒットを打つこの男、塁上成績のランナーなしからランナー満塁まで、どんな状態でも打率は3割超え。どんなヒットメーカーだよ。さらに満塁の打率は5割7分1厘。1、3塁の打率においては7割1分4厘。絶対にそのような状況で回してはいけないよ。もう振り抜くな宮崎、パワーを見せるな、鮮やかな夢は描かないでくれ。次はどこだ、キラーネクタリン佐藤。デーゲームの得点圏打率は3割1分3厘。ビジターの得点圏打率は3割5分。さらにさらに、どこだへの対戦成績は5割のこの昼に強い、どこだキラー。ドンとゴー、外、ドンとタッチョン、外、カリビアンよ、パワフルスイングを見せつけないでくれ。続いては強打の星、山本雄大。カープ戦の打率は3割、9月は3割6厘、得点圏4割4分4厘と調子を上げてきてる。さらにさらに、トコダに対しては7打数の3安打、1ホーマー、4割2分9厘のトコダ、綺麗。もう進むな、雄大、その手で舵を取るな、試練を乗り越えるな、戦うな、雄大。続いてはガッツマン桑原、ホームラン7本中、なんと4本がカープ戦、そのうち3本がマツダスタジアム。そういうバッターじゃないじゃん、塁に出てかき回すタイプの打者でしょ、これ。カープ戦だけパワーヒッターにならないね。さらに東が投げる試合も3割3分8厘、ホームラン2本よく打ってる。今じゃない、今じゃない、クワ燃えるな、ガッツマン、どこまでも突っ走んな、勝利は呼び込まないでくれ。続いては今季引退代打の切り札、藤田和也。代打打率は3割3分3厘。さらに今シーズンカープ戦では6打数の4安打6割6分7厘。カープ戦で打つやろ、ドンとレッツゴー藤田和也、勝利を目指すな、進むな、行くな、迷え、うわーまの牛は困る。続いてはチャンスに強い男、楠本大志。代打の得点圏打率は3割2分3厘。カープ戦でも9打数の3安打3割3分3厘。得点圏に至っては4割のこの男。花を咲かせるな、星つなぐストーリー。
そんなものは描くな。こっからは投手編、まずはカーブキラーアースマー。カーブ戦は6試合投げて6球です。4勝0敗、防御率は 1.84。 これ全部がおかしい。さらにマツダスタジアムでも3試合投げて2勝0敗、防御率は 1.23。 マツダの方が抑えてるじゃないの。現在10試合連続休養中、最後に休養じゃなかったのは7月28日だからね。これも3ヶ月ずーっと休養。おかしい。さらに最後のジャイアンツ戦は負けたけど、それまで16戦連続負けなしの12連勝中だった男、どうなってんね俺。続いては今永、マツダスタジアムでは3試合投げて防御率が 2.0。 でこれ今永何が怖いかってバッティングなんだよ。今シーズンの得点圏打率は9打数の4安打4割4分4厘。さらにカープ戦でも9打数の4割の4割4分4厘ということで、どうなってんのこれ。最後はバウアー、今シーズン5月に加入、 NPB なら初めて来た。6月からの成績は15試合投げて13球です。防御率に至っては 1.97。 もうこれ怖すぎる。東、今永、バウアー全員怖い。相手にとって不足なしということでね、とりあえず明日の試合、これ床田対東登板場、第3割8分土曜得点圏は4割の関根気をつけつつ、3番での得点圏は6割、カープ戦の得点圏には6割6分7厘の太田大志に気をつけつつ、カープ戦の得点圏3割1分8厘、東先発時は3割1分9厘、ホームラン8本の主砲マクシュゴに気をつけつつ、対左は3割6分5厘、得点圏打率は3割6分6厘のプーさん、宮崎恭介ツース。ビジター得点圏3割5分床田に対しては8打数の4安打5割のね、2人外に恭介ツース。カープ戦は3割床田に対しては4割2分9厘の山本雄大に恭介ツース。東先発陣は3割3分8厘、カーブ戦ホームラン4本のパワーヒッター桑原正史に気をつけつつ、代打打率3割3分3厘、カーブ戦は6割6分7厘の藤田寛成に気をつけつつ、カーブ戦4勝0敗、防御率 1.84 の東になんとか勝ってもらいたいなと思います。明日明後日し明後日とチケット全部取れたんで、明日からは広島に行ってきます。ただね、明日、明後日2連勝して3戦目のチケット払い戻し。お金ないから払い戻されて、甲子園に乗り込みたい。そんな未来を願ってます。以上、空中ポに日向たらした、なんとか勝ってくれ。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。